そっかそっかなるほどねああもうどん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 もう若い子たち出てきてんのにねえ<っ> <laughs> これ切ないなもう全然飛べるのにねえずっと <laughs> ねえああこれねセミってねまあ僕あのー、以前世にも奇妙な物語っていう。 あの番組で、あの脚本をやらせてもらって、あの、その時にあの、セミのお話だったんですけども、それでもうちょっと書いてあったんですけど、セミってね、え、一週間ぐらいの命じゃないですか。あれね、セミ本人たちは、もう自覚してるんですかね出て、出たらもうすぐっていうこと。ね。絶対思ってないですよね。だって知ってたら出ないもん、だって俺。ね、絶対こっちの方がいいって思うじゃないですか。で、出たら、もっと、 もっっっととと長いいい思思ててたら思いのほか早いっていことですよねあれちょっと待ってあちょっと眠くなってきた <laughs> だダダリーナみたいなことなんですよねなんかもう 3, 3日目ぐらいで初日はもう超楽しいですよもうあれからバーン脱いで真っ白だし。 超いけてるじゃないですか、あれ。ね土にいるときはもう茶色でね、まあまあまあ、こう土の中だし、みたいな感じでやってて。んで、もう俺ちょっとマジ外出たら、マジもう、あれして、これして、あれ買いに行って、みたいな、あのライブ見に行って、みたいなことでしょんで、出るじゃないですか。ねもういろんなやりたいことたくさんですよ。でも初日もうヘトヘトになるまで、ねえ、遊んで <laughs>、いろいろ見に行って、 ねえ、もう、あのー、お台場見に行ったりだとか、ね浅草も一応見に行って。<laughs> いろいろ見に行ったので、明日はもうちょっとあの、ちょっと渋いスポット見に行こうと思って、こう、東京オー,ー見ながら。<laughs> あれ見て、これ見てです。あれあ、れ原宿でクレープ食べたいなとか言いながら。んで、二日目やって、ああ、今日も楽しかったみたいな。で、ちょっと、明日あたりちょっと夜の街ちょっと行きたいよね、みたいな。 なって、3日目迎えて、3日目の、ね、あの、まあ、ちょっと、あの、昼はちょっと、あの、原宿のおしゃれなところでちょっと、ま、ランチして、さあ、ちょっと、あの、そこから、ま、買い物でもしながら、夜ちょっと、六本木とか行ってみようかなと思ったら、夕方ぐらいか、あれ、ちょっとだるいな <laughs> あれ、何これ <laughs> すっげえだるい。<laughs> ちょっと熱ある。<laughs> あれ、なんかちょっと、ちょっとなんか <laughs>、耳の後ろすっげえ、<laughs> 風かな、<laughs> みたいな。 でも夜ちょっと六本木行きたいとか思ってたけどこれちょっとやっぱもう帰った方がい <laughs> いなっつってホテル帰って <laughs> 全然熱下がんねえのそっから3日間寝込んでみたいなことですよねうわーみたいなね切ないですよね